はい、食事も終わって今から名古屋に帰ります。今回泊まったのがこの森本さんっていう旅館ね。珍しく晴れてます。はい、道の駅のお土産の駅っていうところにやってきました。めちゃめちゃ山が綺麗に見える。試食もある、とりあえず入ってみたいと思います。のどぐろ越しがすごいね。その下がカニ推し、最下段が漬物、歯舞台餅、柔らかそうだな。なんか歯舞台餅っていろいろあるね。日記歯舞台と隣にいちご歯舞台、これ美味しそうだな。なんか他にもあるね、きなこ入りとかダイナゴン、黒ごま、きな粉、よもぎり、結構買ったね。歯舞台餅がメインです。入り口にツバメの巣いるね。ツバメさん卵温め中かな。はい、お店の人から一人一個歯舞台餅いただきました。はい、やっと名古屋に帰ってきました。それでね、魚系和食系ばっかり食べてたので、ちょっと今日のランチ、もう今ね12時回ってるんですけど、今日のランチはココイチでいただきたいと思います。ココイチ番屋さんに到着しました。はい、食事終わって出てきました。それではお家帰りたいと思います。はい、お家帰ってきました。結構こう今日母ちゃん疲れてって、なんかね変な頭痛、変な頭痛、それ変頭痛だね。そうそう、変な頭痛って変頭痛っていうの、ちょっと字が違う、ね、で、今日のご飯は半熟卵のカレーパン。そう、主人が帰ってきてると思わずに超手抜きをしたら帰ってきたね。おいしいよ、いただきます。半熟卵はなってるかな、どうだろうね。はい、これ見て、半熟です。ちゃんとね、温め直しても半熟ね、うん、妻の温めの上手さね。あ疲れてんな。はい、久しぶりに甘いもの食べたくなったので、スーパーカップのミニ、クッキー&バニラいただきます。想像しましたね、それ、ね、うん、大きいのでかいんだよね。でかい、大きいって書いてあるけどビッグって書いてあっただけやで。そうそうそう、でかいな。もう余るからね、うん、ちょっと邪魔なんだよ。はい、さすがにパン1個では足りなかったので、チャルメラのラーメンをいただきます。バレた、足りないってことバレた。